今回は行政処分の諸問題についてお話をしたいと思います。ところで、なんか動画がですね、大変その、容量をたくさん食うもので、慌てて外付けのハードディスクを注文したんですけれども、ちょっとそれがいつ届くかわからなくてですね、ちょっと届くまで更新が滞るかもしれません。ちょっと大丈夫だとは思うんですけれども、さて、今回のところはですね、教科書で言うと48ページ以下、レジュメで言うと28ページ以下ですが、まあ、ちょこちょこですね、まあ、今日は主にレジュメの方がメインになるかな。ちょっと時々教科書も見ますので注意をしてください。で、同じことが書いてあります。まずですね、行政行為、行政処分というのはどういうものを言うかというと、これですね、これの中の法律行為の中で個別具体的に私人の権利を制限したり義務を課したりするものをですね、行政行為ないし行政処分、あるいは単に処分というふうに呼んできました。で、これがどう違うかということについてはですね、まあ、そのうちやりますっていうか、あんまり気にしなくて大丈夫です。どうしても気になるという方は、教科書の何ページだったっけ、教科書の何ページだったかな、あ、15ページに書いてありますので、そちらを読んでもらえればなと思います。行政行為というのが公学上の概念であるのに対して、処分とか行政処分というのが実定法上の用語だというのがまず一つ目の違いです。それ以外にもいろいろあります。詳しくは救済法の方で処分制という言葉が出てくるので、これ締めた方がいいね。そちらを見てください。さて、まずですね、この図表を見てください。これを見ると行政行為というのは伝統的にまず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為へと分かれます。これはどういう話かというと、そこにですね、その意思表示とか意思決定的な要素が加わるものを法律行為的、そうでなくて、ほぼまあ自動的に決まってでくるようなものをですね、準法律行為的行政行為というのですが、まあ、別に気にしなくて構いません。あと、命令的行為と形成的行為があるとも言われていますが、これもあんまり気にしなくて構いません。皆さんが気にしなきゃいけないのは、この中で、丸1番の加盟、丸2番の禁止、丸3番の許可、丸5番の特許、そして丸6番の認可。これだけ気にしとけば、あとは十分です。で、加盟ってのは要するに命令のことです。課税処分とか除却命令、あるいは業務改善命令みたいに何か作為を求めるものを命令と言います。これに対して不作為を求めるものを禁止と言います。営業の停止とかね。そういうものでございます。で、大事なのは、その後のですね、許可、認可、特許の区別です。で、その前に、実定法ではですね、ここで書いてあるのは全部工学上の概念でして、実定法ではこの言葉通りに規定されているとは限らないということが注意です。これは行政法嫌いを生む一番の理由というかですね、まあ今までもいろいろあったでしょ、なんか法律の法規想像力とか行政機関とかよくわかんないのあったけど、まあこれが一番行政法嫌いを生んでる原因じゃないかと思うのが、実際は工学上は認可なのに法律上は許可だったり、法学上は特許なのに法律上は許可だったりする、これなんです。ここがね、紛らわしいんですよ、すごく。慣れりゃなんてことないんですけれども、でも慣れるまでにちょっと時間がかかるんですよね。まあ、ともかく順番よく、まずですね、申請に対する処分、行政手続法における申請に対する処分のところで、許認可等というのが出てきたと思うんですが、許認可と言われるものの中には、大体3種類のものがあります。まあ、行政手続法では許可、認可、免許ってありますけど、免許っていうよりかは、特許っていう言葉が工学上ではよく使われます。許可、認可、特許の違いを押さえてください。これはすごく大事です。まずですね、許可と認可の区別を考えてみましょう。これ何かっていうとですね、まず許可について説明をします。許可というのは、法令で一般的に禁止されている行為。まあ言ってみれば、法令でみんなに不作為義務が課されていること、みんな一般的にやっちゃダメだよっていうふうに言ってることを個別的に解除する行為のことを許可と呼びます。一般禁止の特定解除なんて言います。
で、なんでなのかというと、本来、例えば国民は、車を運転したり、あるいは、その、飲食店、ラーメン屋さんでもケーキ屋さんでもいいけど、そういうものを営業したり、そういう自由を持ってます。これはもう憲法上出てくる職業選択の自由でもそうですし、自己決定権、自己実現ってもそうですしけれども、本来国民が自由を持ってるんです、みんな。だけど、だからみんなラーメン屋さん開いたり、ケーキ屋さん開いたり、機械を操作したりする自由って持ってるんです。だけど、まあみんなが勝手気ままに、その車を運転したりとかすると危ない、当たり前だけど交通ルールもよくわからん、車の運転の仕方もちゃんと分かってないっていうやつが、まあなんだかよくわかんないけど、小学生とか中学生が車運転してるところを思い浮かべればいいんですよ。危なくてしょうがないから、一定のこの人にならば禁止を解除しても大丈夫だという人に対して、それこそですね、この前の授業でやった申請を出させ、そして審査をし、で、個別にこの人にならば、禁止を解除しても大丈夫だろうと考えられる人にだけ、個別に禁止を解除する。これが許可であるんです。ここはね、今まで生きてきた中ではあんまり考えたことのない発想なんですけど、よくできてるんです、この考え方は。つまり、人には本来的に車を運転したり、ラーメン屋さんを開いたりする自由はあるんだけど、それを一般的に制限して、つまり生まれた時はみんなそういう行為ができない。一般的に制限しといて、個別に、まあある程度年齢も経って分別もついて、分別もついてきて、で、運転の機能もある、交通ルールもわかるっていう人にだけ、個別にあんたりだけ解除してあげますよっていう考え方なんです。一般禁止の特定解除。これが許可です。これは非常にわかりやすいです。では、続いてですね、許可と、どっちがいいかな、許可と認可の区別の方がいいかな。教科書ですと52ページ。ちょっと逆になってますね。レジュメですと29ページです。で、認可って何ですかというと、よく許認可などと一緒にされますが、法律上の、意味内容はだいぶ違います。認可というのは、私人間で行われた法律行為の効力を補充し、これを完成させる行為である、などと言われます。それは何なんですかっていうとですね、一番よく出てくるのが、農地法上の農地の移転、あるいは農地の転用ですね。まあ、ここでは農地の、そうですね、農地の移転の方をちょっと書いておきましたかね。レジュメの29ページに、書いておきました。農地法の第5条、こんな規定になってます。農地を農地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利、まあ例えば所有権などの移転ですね、こういったものを設定しまたは移転する場合には政令で定めるところにより当事者が都道府県知事の許可を受けなければならないとなってます。まあ農地委員会のでいい場合もありますけれども、こういうのをですね、農地転用許可と言います。また許可かよって思うかもしれないですが、そうなんです。ここがややこしいんですが、法律では、実定法では許可という言葉を使ってるんですが、工学上は、学問上はこれ認可に他なりません。これどういうことかっていうと、農地は自由に売買できないんです、実は。民法の物件法の問題なんかでも、ちゃんと細かい先生、詳しい先生は、例えば一人の人からね、A から B と C が土地を二重売買しましたみたいな事例とかで、括弧農地法のことは考えないことにするって書いてあったりすることがあるんです。あれはね、詳しい人ほどちゃんと分かってるんです。土地の売買ってのは基本的に両当事者の合意のみで成立するんですが、農地の売買だけは、ちゃんと、この農地法上の農地転用許可、まあ、いわば認可なんですが、この認可をもらってなければ、無効なんです。なんでそんなことになってるかっていうと、以前にもちょっとお話をしました、農地改革、農地開放との関係なんです。明治時代、大正時代、昭和の戦前において、地主と小作人の力関係が生じました。なんでこんなことになったのってことです。なんでこんなことになったの、地租改正で、結構そこら辺はですね、土地の、みんなにその土地というのが割り振られたんですけれども、結局、零細な農家は、お金がない。お金がない零細な農家はどうするかというと、お金がある人のところにお金を借りに行きます。
だけど、これは民法で散々やってる話ですから、ただでお金を返してくれる人はいません、世の中には。ちゃんとお金を借りるためには担保が必要です。そこで自分の土地、自分の農地を担保にするんです。抵当権設定するんです。で、この人、零細ですからお金返せません。お金返せないとなると担保権実行ということで、所有権がこっちに移るんです。で、これが全国各地で展開されて、結局、持てるものと持たざるものとの格差がですね、どんどん大きくなっていき、地主はどんどん地主として大きくなり、既成地主とか不在地主といってどんどん大きくなり、小作人と呼ばれる人たちが出てきます。小作人って何かっていうと、結局さっきほら自分で耕作してる土地が自分の土地があったでしょ？で、あれ、その地主に、その土地の所有権は奪われるでしょ？だけど、その土地、地主が全部どうすんの？地主が全部自分で耕作するのってそんなことはしません。地主は小作人に今まで通り小作人の土地だった土地を耕作させて、でそこから上がる小作料、まあ賃料です、簡単に言うと。結局この土地は小作人の土地じゃなくても名義上は地主の土地ですから、地主の土地を代わりに耕作し、その代わり小作料を納めるっていう、そういう構造になってるんです。もう戦前はこれが非常に問題になってますよね。小作葬儀なんて呼ばれるものが非常に盛んでした。で、戦後農地開放によって、こういう大土地所有こそが日本の封建的な諸制度を残し、そして日本を戦争に、突き進ませたのだという GHQ のですね、てかね、まあ、っていうふうにバーっと説明するけど、テレビとかね、新聞とかでバーっと説明するけど、本当にそうかっていうと、本当にそうかって言って、なんで大土地所有で地主所有だと日本が戦争に突き進むのかというと、なんだかちょっとそこは、まあ、ちょっとかなり眉唾なところはあるんですけど、でもまあ、良くない社会構造であることは確かなんです。その証拠にね、戦前の農商務省、戦前の中央官庁も実はこの農地開放のプランってずーっと練ってたんです。実は昭和15、6年頃から。だって、GHQ がね、日本が戦争に負けたからすぐ始まるんだぜ、この農地改革って。まあ、二段階にかけて進めんだけど、あまりにも手際が良すぎるんですよ、こんなの。考えてみ、みんなの今のコロナウイルスのことで、8月に戦争に負けた後も、次の年には農地改革始まってんだから、そんなに早くできるわけないでしょ？絶対に、いろいろと下地というか、準備は整ってたんです。で、外から GHQ がやってきたマッカーサーの外圧で一気に進めたっていうのが本当のところです。で、まあ、それは置いといて、そういうわけなので、その農地の売買っていうのを自由に任せると、どうなる？また全然どんなにことになっちゃうじゃない。せっかく小作農に自分の土地を与えて農地開放で自作農にしたのに、かなり無茶をやってね。またこの人が零細経営でしょうがないから、この人、お金持ってる人からお金借りましょう。その代わり土地を抵当に、出しましょうなんてことすると同じことになるでしょ。これすると結局意味がなくなるから、農地の売買というのは認可を受けなければやってはいけないという、そういう仕組みになったんです。で、この認可かなり強力な権限でして、認可を受けずして行った行為は司法上の効力も絶対無効になります。絶対無効になるってどういうことっていうと、民法の90条以下でやってるみんなの好きなあそこら辺の話ですよ。司法上の効力が絶対無効なんです。つまり、そんな審議則とかの、なんだっけ、外観法理とか、ああいうの、善意の第三者とか、全く関係なく、もう絶対無効なんです。これは農地法の認可もらってませんねって、だいたい認可もらってないって、認可受けたってのは行政処分ですから、みんなにも明らかですから、これはもらってない以上は、もうどんな風な理屈をこねくり回したって絶対無効なんです。で、このことと関係して、統制法規、取締法規という問題があります。これは続きの時間、続きちょっと休憩取ってからやります。